皆さん、こんにちは。こんにちは。HC 栃木日光アイスボックスのゴーリー、福藤豊です。井上光明です。龍翔太郎です。今回、ゴーリー3人で失点を意見しながら振り返ろうかなと思っています。はい、まあ、そういう企画を3人で考えて、まあ、今後発信していけたらいいなと思っています。とりあえず前半戦ですね。そうだね。そこ全部今日振り返るかわかんないけど、はい、できる限り、はい、遠慮なく意見し合って、はい、振り返っていきましょう。振り返っていきましょう。はい、じゃあ早速見ていきましょう。はい、まずは開幕戦白。はい、ああ、これは振り返る、まあ、振り返りますか。これはどうだろうな。何が正解なの？ゴール前の。まあもうちょっと早く戻ってられればね、よかったのかな。もうこの時点でゴールに戻ってればもう少し横によく余裕あったのかな。あそこちょっとね、リラックスしすぎるのも、ディフェンス信頼はしてるけど。ミスもしますね。うん。あそこもうちょっと早くこうポストに戻ってられれば、このパスにもう少し。対応できた。バック持ってる西脇さんはもうパスしか見てないですね。西脇さん。入り倉と。まあ、ちょっと難しい失点だけど、まあ、振り返ってみると、できる限りのしてないなっていうのは。もうこの時点でパス出した後に早く戻ってれば、まあ、このパスにもついてきたかな。反省点はそこかなっていう。パック止めに行かないわけにもいかないんで、ここでもっと早く戻ってれば、多分取れたね、これね。パスにはついてってるから、体もあっちちょっと向きすぎてるし、で、どこかな、これは。あとはまあ、ゴシがナイスパスだ。まあ、じゃあ、プレッシャーも早いしね。次行きますよ、じゃあ。はい。行きましょう。めっちゃ喜んでる。これか、これね。ああ。あと厳しいやつ来ましたね。確かに、シゲノさんこれ寝てるんですけど、スティックだけでカットして。投げかな、スティック。これは池田一気ですね。まあ、先にパックに反応しちゃったっていうのもあるけど。まあね、クリーズ内のパスですから。うん。厳しかった。マイトがパスコースを消してくれてるかなっていう感じなんですけど、うん、そこ通されて。まあでも一気も上手かったのか、ちょっとフェイクっぽく。これそうですね、シュート、こっからシュートモーション入ったら、なかなか逆側にはいきます。まあやっぱり、俺が動くのちょっと待ってるし、まあ、そこでよく通してきたなっていうのもあるけど、まあもうちょっとやっぱ、俺も我慢必要だったかなっていうのは思うんだけど、ね、難しいんだよね、ここね。あんまり、バックダウンにもさ、意識しすぎると、ショートサイドやられちゃうし、ショットサイドやられたらちょっとここはゴーリーの先輩がバレる、はい、ゴーリー何やってるなるとかな、ただまあこれスティックから行っちゃったっていうの、プッシュしてできる限りついていけたらまあよかったかなっていうのはあったな。いえ、厳しすぎます、ステーションが。あー、これ大津だ、大津康介の今のポジションか。これ多分見えないからちょっと内側に寄ったんじゃないですか。そう。そうですよね。多分フラッシュスクリーン入ってて、ちょっと内側にこれポジション取ってるんですよ。相手のスクリーンもあって。結局彼使ったんだよね。あれ誰、タクマかな。タクマですね。タクマめがけて打ったんだよね。そうするとシュートの軌道が見えないから、俺もちょっと見えなくて、パック探してるうちにポジションずれちゃったんだよ、ね。これってどうなんだろう、俺さ、すごく疑問に思ってたんだけど、まあこうやって俺ポジションずれちゃったけど、そこで見えてたらどう思う？じゃあちゃんとした整体したポジションに入ってさ、見えない、まあ、見えないよかはいいですけどね。でもちょっとずれて見えるのとどっちがいいと思う？絶対見えた方がいいですよ。なんか春さんとも話してたんだけどね、そういうポジションの取り方もありなんじゃないかなってお話した。見えないでそのポジションに行って、ただこう、バタフライするだけよりは、ちょっと見えてて反応できた方が、多少ポジションずらしてもね。まあこれは結局見えなかったんだけど。これ味方のブロックショットも。そうそう。ここでは、結構いいとこで。片足つけていかれちゃうと、ここでもうパック見えなくなっちゃう。これと見えないですよね。でも相手はさ、当てないように打つだけだから。うん、このゴール前のスクリーンもうまいっすね。まあ、タクマはうまいんだよね。まあ、コースのシュートも良かったけど、はい、ね、もっと首振って、パック見つけなきゃダメなのかなって思うけど。うん、フラッシュスクリーンってそう考えたらやっぱ見づらいよね。もうちょっと、まあ、ポジションも多分スクリーンのせいで、ちょっと。低いんだよね。ちょっと低いんで。そうなんだよね。見えないのは横にずらすのはいいんですけど、ちょっと下げるのは。後ろ体重にならないようにしなきゃ、そこね、分かってんだけどね。ジムというのか、これ前提だし。ちょっと待ってください。ああ。これスクリーンっすか？変化にはちょっと当たってんだよね。ああ。まあ、それでもやっぱり、ちょっとま、これもポジションっていうか、こっち側に。こっち側から一回見てから打たれたんですね。そう。これフラッシュスクリーンじゃないですか？うん、まあでも、そうですね。打つ前にこう、一瞬。
ゴール前に。変化で見えなかったの、最初は。変化で見えなかったんだけど、シュート打たれる瞬間にクレンズの選手と、そうですね。うちの D が入ってきたから、もう全く見えなかったんだよ、ここで。シュートの軌道が。うん、そうっすね。で、打った瞬間、あ、この辺だなって手出したんだけど、うん、もう結局。このキャッチングの下っす。そうだね。いいコース打ってんな。いや、シュートもいいな。三島の初ゴール。健常してしまって。まあ自分のプレーもそうだけど、どれだけフラッシュスクリーンがあるかないかで、ゴーリーの見えるその瞬間って全く違うよね。待つのじゃないですか、これ。うん。あれができるかできないかで、うん、俺らへのストレスっていうのはすごく変わってくるよね。じゃあ次は、サハリンですね。ホーム開幕のサハリン。これね。うん。これもショートハンドだっけ？そうだよ。そうです。ショートハンドで21になって。ただこれちょっとポジション高く取りすぎたかな。まあでもここ。ただこの55番ね、シュート見せたんだよ、ほら。いや、そうですね。ゴーリーとしてやっぱこのシュート止めなきゃじゃん。気持ちいい。あ、でも全然ポジションとかは悪くないと思う。ポジションは全然、このパス出した選手がライトハンドだから、これシュートも考えちゃうから、やっぱり。でも C ですよ、うん。本当に究極に完璧を求めるなら、そういうの欲しいよ。これ多分、ドットの内側なんですよね。うん。相手の選手、シューターが、うん。パッキャリアがドットの内側なんで、21のドットの内側の時は、もうちょっと、まあ、右足を前にしても、ポジションはずれないですね、これ多分。ああ、そういうことね。はい。向こうに行く、うん。これがレフトハンドだったら、できないんですけど、ライトハンド内側なんで、これから外に行くに一回バックハンドに切り返してなんで、多分ちょっと右足前か、まあ左足後ろで、体の角度をもうちょっと、ポストに平行にすると、うんうん、まあ動きやすい。でもこれあんまり蹴れてないですね、福さん。そうだね。右足ほとんど蹴れてないじゃないですか。うん、なんで、多分シュートの角度の方が強かったかなって思うんで、強いて言うなら、そうだね。ちょっと角度を。これもうまだ、しっかりこう、開ききってないもんね、出された時にね。本当だったらこの出された時に。全然もう開いてた方が、開いてたけど。片膝ついてたら確かに。頭も相手のブレードに向けてるのが理想ですね、やっぱ。だったら、うん、もっと強く蹴れたかな。そうだね。はい。取れてたかも。取れたかもしれないですね。ちょっとでビッグセーブってとこですね。そうですね。紙一重ですね、本当。結局最後体うまく使い切れてないんだよね。はい、切れてないからうまく。まあそうだね。ちょっと試してみよう。ああ、これリバウンド、あ、入れます。これリバウンドじゃない。リバウンドじゃないんだよ。当たってんすか、大体。優勢ちゃんに当たってんだよ、これ。優勢ちゃんに。ここで優勢ちゃんに当たって。ああ、うん、そういうことか。そう。こぼれてですね。そう。これって難しいよね。これ一番難しいです。これ、しかも。難しいんだよね。まあ、止める。となったらやっぱここでパッドをローテーションさせて、うん、直接プッシュしてしかないですね。まあね。結局俺に当たってないから、はい、見つけづらいですか？出たとこを見つけなきゃいけないじゃん、うん、でそのローテーションしてそこまでする余裕があるかどうか、ね、これ結局これもさもうポンって触られただけじゃん、はい、最後チョンって。いやー、多分相手もラッキーでしたね。まあね、これすげえ難しいんだよね。自分ではこう取る感覚でいってるから、それが取れない、自分に当たんなくてリバウンド出ちゃうじゃん。結局当たるときって見えないからさ。そうそう。どこにパックが出るかわかんないしさ。ラッキーバウンドでもあるけど。ポジションはそんなに、はい、シュートに対してのポジションはそんなに。いや、このポジションで合ってる。これ以上低くはないっすよね。低ければ多分取れてんだよね、リバウンドも、うん。そこって難しいじゃん。だってシュートだから、マークは。相手のパワープレイの。まあ、一番ですね、これ。はい。ここから。肩口にグイーンとよく打つよな、でも。いや、これ見え、ちゃんと僕は見えてたんですよ、これ。内側から見た、ここでも見えてた、うん、ここで、もう見えてました、ここ、うん、でも、これニアしかないんですけど、こうやって見たら、うん、そこをやられたっていう。肩に当たるかなと思ったんですけど、ちょっとちっちゃかった。想像以上にシュート早かったっす。ちっちゃかった。ちょっとちっちゃかったっす。思ったより自分が、うん。当たるかなと思った。当たらない頭のこの辺で。いやいやいや。いや、それだったらバックです。ポジションそんなに、いや、もうちょっと前出てたの。いや、ここは前出ちゃダメなんですよ。うん、いや、そうだよね。はい。ここ出て、逆さえ振られたら、うん、終わりだよね。このぐらいの、これ、多分ミドルよりちょっと高いぐらいじゃないですか。いや、まあ、ポジション。ちょっと前だわ。まあ、キャッチで行くかだよね、とは。これキャッチじゃないですか。いや、キャッチでいい。この距離ですか、ね、キャッチで行くしかなかったんだけど、はい、うわ、って感じですね。あとは、まあ、だから、もっと、肩だけじゃなくて、手から、そうですね。肘ごとっすね。うん、
まあ、分かってはいるんだけどね。ここは止めたかったな。見えてないと思ってたけど。見えてたんですよ。切ないな。切ない。悲しいよね、そういうの。悲しい。何でしょう、これは。閉まったもんね、あそこで。これすごいっすよね、この落ち着き。うん、ここで一回、グッて。シア人これうまいよね。なんかこう。ここでも、うん、これブロッカーした。そう。ブロッカーしただね。ほいっすよね。これでまた打つ選手もいるじゃないですか。いますね。これ。あれも厄介だよね、結構。自分これ一番嫌かもしれないです。一回開いちゃうんだよね、こういう風にすると。うん、体。ポジションは、うん、ちょっとやっぱ、ね。いや、低いっす。うん。まあ、ターンオーバー、目の前ですからね。うんめっちゃどうでもいいんだけど、そう巻き戻ししてる時の映像ってすげえ変だよね。人がなんかこう、後ろにさ、まあ、ムーンウォーク、ムーンウォークですからね。いや、このレフトのここはやっぱ。だから、この時点でちょっと体開いちゃってるね、ブロックはね。ここで。ほら。あ、そうっすね。うん、痛みの瞬間。もうちょっと、まあ、そこで我慢して、シャッフルでついてきながらこう、ブロックが前に出せれば。ターンオーバーの時の一番何があれって、こう、まあ、上下のポジションもそうですけど、サイドのポジションも、そう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 。急遽合わせなきゃいけないじゃないですか。うん、自分がこれ真ん中にいるなって、こう、確信があれば、もっと前出たり、動けるんですけどね。あとはやっぱ、シュートフェイクに引っかかりがちだよね。そうですね。ターンオーバーされた時。キャッチになっちゃうから。うん。この落ち着きがすごい。そうそう。押し足ってこういうの見ねえよな、ほんとに。あ、これ。リフレクション。ノーゴールだったんじゃないですか。いや、これは味方がゴールになったんだよ。相手の足に当たったんだけど。あ、確認できない。確認、ビデオで確認ができなくて。じゃあここで確認してやるんで。え、ドンと落としてますよ、これ。あ、これなかった。グローブとかじゃないですか。確認できるよ。完全に、これはもう。だってもう3つの動きが見れば。おかしいもん、これ。右から行って左、あ、みたいな。うんパックの軌道に合わせて動いて、右に。何かに当たってこっちに来てるわけだから。そうですね。確認できないんだろう、ね。この時のルールだったら、ノーゴールだった。本当は、まあ相手に当たってるシュートだったらノーゴールだったんですね、これ。まあ今でも、これ、パックの方見てるんで、ノーゴールっすよ。二人ともパックの方見てる。抗議じゃない抗議的に。抗議。これ抗議します。抗議しちゃうね。しましょう。これ、ジャッジリプレイじゃないんで、これは。やめましょう、これ。これね、まあ、なんかさ、直接入ってるように見えるんだけどさ。でも僕、シュートの瞬間、このやっぱ、ちょっとグッと下がっちゃうんですよ。後ろ体重なんだよ。はい。でも、こういう時ってやっぱ、見えないからこう、後ろに体重、なんかこうね、探してるうちにかかっちゃうんだよね。あ、これちょっとやっちゃったやつだ。これ、キャッチングで弾いたんですか？キャッチングに当たって、溺れて、ここに敵がいて。変えたばっかりだったから。キャッチング。いや、CCM いいキャッチングなんですけどね。ボーンだったもんね。ちょうどいいとこにこぼれて、うん、キャッチングスですね。結構やられるよね、これね、はい。自分これ結構やるんですよね。目の前に落とすやつ。もう完全になる。で、ミスでいい？はい、ミスで。次いきます。次は。あそこでもうちょっとオーバーラップ気味になっちゃったから、まあでもここ座んないと何やってんのってなるやつなんで、まあ、これもセーブ、もうセーブ、セーブ、カット、セーブはカット、カット、じゃあ僕のカット、カット、いやなんで、それ見てくださいみんな、いやこれは俺のショータルでも入るよ、入りますこれは、だって左に動いちゃうショータルなら頭になってる、ヘッドで。